おはようございます。久保さん、森康則です。時刻は8時21分になっています。ちょっと音声の具合が良くなかったということで再びスタートをしております。今日は乗客チェック新大阪発7時15分のぞみ208号に乗りまして東京へ向かっております。7号車は、スワーク車というので、パソコンを使って仕事をしたり、リモートで会話をしたりということをしてもいい、みんなお互い様ですよという人たちが使う車両でございますので、このぐらいの、音であれば、問題なしということで、ヘッドセットをつけまして、お話をさせていただくということでございます。とっても今いいお天気で、大阪を出た時は曇ってたんですが、名古屋の隣あたりからは非常にいいお天気になっております。もう一度ご覧いただきましょうか。もう間もなく、浜名湖に入ってくるあたりですけども、あれを走っておりますのは豊川ですね。今渡ったところで豊川市のところですね。ということでお届けをしてまいります。はい、今日も株式会社笠間さんの、こちら持ってまいりましたですよ。はい、ゼタクウェブリースの株式会社笠間の提供でお送りをしてまいります。ゼタクウェブリースは、こちらも持ってまいりました。はい、いつも飲んでおります。こちらの贅沢ビューグリース、今日どうしようかなと思いまして、新幹線に乗る前に、カルピスウォーターを買ってまいりました。ないこと入れられるからこぼしてしまったらいうことなんですけど、ちょっと今日はこれに入れて飲んでみましょう。贅沢ブルーグリースの仲間の皆さんも、増えていっております。ちょっと色変わるかな。色変わりましたね。面白い場所。はい、ではこれをいただきます。一気飲みする必要もございますので、東京へ行きながら飲ませてもらおうと思っております。今日も朝刊チェックは贅沢ブルーベリースの株式会社笠間さんの提供でお送りをしてまいります。今日は音楽などはございません。外からやるシチュエーションでお届けをしてまいります。今日は読売新聞を買ってまいりましたが、週刊文春の記事も含めましてお届けをしてまいります。朝刊チェックヘッドラインです。安倍元総理大臣の暗殺をきっかけに明るみに出た統一教会と自民党をはじめとする議員とのズブズブの関係について、一見前向きなような言葉をもてあそび、調査をする気などさらさらないという岸田総理大臣、その理由が分かりました。自らの熊本県の後援会長が統一教会関連団体の議長だったことが分かりました。読売新聞のトップです。昨日もお伝えしたように、政府は新型コロナ感染者の全数把握をやめて、高齢者と基礎疾患のある人に限定する方針を決めました。一方、いわゆる定点観測は行わず、医療機関がコロナ患者だと診断した人はその人数を保健所に報告を求めるということです。ロシアによるウクライナ侵略から今日で半年、ロシア側が抑えている地域でのウクライナの反撃が目立って消耗戦となっています。読売新聞が調べた日本維新の会の代表が7割を超える支持層を集めているということです。さすがに党の名簿を勝手に利用したり、推薦人がまとめて投票用紙をポストに入れたりすることも功をしているということですね。また時計の針を逆戻りさせている立憲民主党の泉代表ですが、幹事長にロートルの岡田氏を当てることに続きまして、政調会長にこちらもベテランの長妻氏を持ってくることにしました。
また枝野前代表らが統一教会と関係があったことを認めています。沖縄県知事選挙、明日が公示ですが、自民党の沖縄振興調査会は来年度の沖縄振興予算を200億円減らす内閣府の方針を了承しました。基地問題などいろいろと文句を言ってくる玉城デニー知事を勝たせたらどういうことになるかという、分かっているなという露骨な嫌がらせです。名古屋空港に向かっていたバスが高速道路で横転し、2人が亡くなった事故で、現場にはブレーキや急ハンドルを切った跡がなかったことが分かりました。死亡した運転手が意識を喪失していた疑いがあります。阪神は DeNA に4対0で負けました。巨人は菅野が連敗をストップさせています。以上、8月24日新幹線のぞみ号車中からお届けしております朝刊チェックヘッドラインでした。さて、統一教会とちょっと今ちょうどいいですね、この通りの瞬間になって、はい、綺麗な景色です。ただいま、のぞみに横田の方は予定通り本末に向かっております。さて、統一教会との自民党を中心とするですね、議員のズブズブの関係、本当に票をこうもらってとか、信者のようなふりをして利用してたっていう関係の人、あるいはどこまでのスケベ心があったかは別にしてですね、社会日報とかそういう統一教会系のメディアの取材を受けた人、祝電を送ってただけの人、それぞれもちろん関係には濃淡があるとは思うんですけれど、そのことそのものの問題をさることながらですね、自分がそういう関係があったということはちょっと調べればわかる、あるいは調べなくても自分の記憶の中に残っていることを、これだけ多くの政治家が、それは野党も含めて、自分からは言わずにバレなければいいんだと、バレたらしょうもない言い訳だけど他の人がやってる言い訳をコピペするようにただ言っときゃ世間は忘れるんだという逃げ方をしているという、そのこと、政治家としての能力は、その統率力、リーダーシップ、考え方っていうのはそれぞれ評価されるべきところだとは思いますが、しかしその同じ頭の中でですね、いかにこう逃げ回るっていう人なのか、つまり物事の問題の本質に立ち向かうことをせず、自分に都合が悪いのなら逃げまくるのだという思考回路、行動パターンの人にですね、政治を任していていいのか、選挙でしか、どうしようもないわけですね、それはそうなんです。だから例えば解散を求めても彼らは解散はしないでしょう。でもですね、しかし今回そのあまりにもひどい、本当に、あんまりじゃないですかっていう逃げ方をしているんですよね。そこを人々が許すのかどうなのか、僕は許せないです。で、今回出てきましたのは安倍総理大臣の熊本県の岸田さんを講演する会、その会長ですね、地元崇城大学っていうんですか、飛行機なんかも持ってあるところで、ここのトップがですね、岸田さんの講演会の会長をしていると。でその人は実は統一教会の関連団体とされるところの議長を務めていたのだと。で、細かいことで言うと、岸田総理の前回のその
総裁選挙での勝利というところにもですね、実はその熊本県の後援会っていうのが、河野さんの方に転がるのか、岸田さんの方に票が来るのかっていうところで結構大事な役割を果たしているところの記事は書いています。なので、そんなもん、何百万人も私のファンがいて、そんな一人一人の名前やその人の宗教やそのことはね、分かりませんとかっていう、そういう理由は立たないです。非常に自分に近しいところの人が、統一教会と関係がある、その一環のトンネルのところのことっていう、まあ、それはそれで事業としての評価はあるでしょうし、その奥にある思惑とかっていうのが一体何なのかっていうのは当然そこで見られないといかんわけですけれど、そういう統一教会と今問題となっている統一教会との関係がある人と自分がつながっていてですよ、そのことはまだ文春が言うまでね、みんな知らへんかったから黙ってたら分かれへんやろということで岸田さんはほったらかししてたわけですね。で、何でしたっけ、当該との関係を見直しうんぬんっていうような言い方をしてきてたわけでしょ。国民の疑念を払拭するために閣僚に対し当該団体との関係を点検し、その結果を踏まえて厳正に見直すことを厳明し、それを了解した者のみを任命したと、そんなふうに内閣改造の時に言ってたわけですよね。 でも組織として調べることはしませんという閣議決定をするなどしてたのは、実は自分の近しい人にもそういう関係の人がいたということで、その人物 その、大学のトップとしてのこととか他のこととかで、統一教会の関係であるということだけで判断していいのかっていうと、それはまたそれでいろいろとあると思いますよ。そういうことを言い出すとね、それはわかるんですけど、ただ今これだけ統一教会と自民党の議員との関係を国民が注視している中で、そしてそのことがやはりその政治の意思決定のあり方の中で問題があるというふうに、まあ、あなたはどう思ってるか、他の人はどう思ってるか、僕に反対する人、お前なんかっていう人はどういうボタンのか知りませんが、僕は僕の情報収集として、僕の思考回路として、そういうことは許されない。その隠しているということはですよ、ね、で統一教会という団体、それに関連するところが、まあ、善意の信者がいたとしても、その本質が、そしたら、ヤクザで、善意のヤクザがもしいたとしたら、それはおかしいでしょっていう話じゃないですか。組織そのものが反社会的な組織であるということなわけですから、そういう反社である統一教会とその関連団体に、自分が、まあ、恩を感じていたということでしょ。ですよね、講演会。そしてそこで取りまとめてもらって、票を取りまとめてもらっているということは、そういうことですよね、恩を感じるわけですよね。で、じゃあ、チャラ男に知らずのやつ見て、それはヤクザの中でも、親子に対して不義理して、ね、やられちゃうやつがいるようにですよ。さあ、政治家も恩知らずのやつもいるでしょうが、まあ、しかし、ここまでうまく泳ぎ回って、今は総理大臣というトップになるわけじゃないですか。さあ、通常の神経があれば、まあ、辞職しますよね。しないとは思いますよ。そんなもんで、国葬もやって、ね、3年間は選挙しなくてもいいわけですから、自分は勝ってるわけですから、それはそのまま行った方がいいでしょう。でもね、この今回の文春の持つ意味っていうのは、
ね、萩生田さんがどうだとかっていう話とはまた違うレベルだと思うんですよ。いや、さ、コロナにもかかったんでしょう。まさか、文春もね、ほんまのギリギリに言わへんでしょうから、締め切りの際は、日曜日から月曜日にかけてっていうところなんだと思いますけれど、ちょっと前から動いてるでしょうから、これで月末まで出て来られへんっていう、新型コロナにかかったということすら、ほんまなんですかと聞きたくなりますよね。まさかとは思いますけどね。まさかとは思いますけども、そんなことも考えたくなる。はい、ただいま掛川駅を通過いたしまして、はい、言葉を出ていきました。さあ、どっちへボールが転がるんでしょうか。週刊文春が書いているということはみんな知っていますけど、その件については基本的に今日の読売新聞が一切触れられてはおりませんが、新聞だけ読んでたんではどうしようもないですね。いやいや、いやいやですね。ちなみに、週刊文春の広告はこちらでございます。おそらく、売り切れるじゃないですか。これはね、でしょうか。時刻は8時38分です。さて、昨日もお伝えはしました新型コロナウイルスの全数把握というのをやめますというお話、今日読売新聞はトップに持ってきております。今日にも、最終的に決めて発表をするということですね。はい、ちょっと中身を読んでみます。政府は新型コロナウイルス感染者の全数把握対象を重症化リスクが高い高齢者と基礎疾患を持つ人らに限定するとを固めました。厚生労働省令の関連規定を改正し、近く水際対策帰国時の陰性証明、また、入国者の上限をですね、今2万人となっていますのを5万人にすると。単純な比較はできない。全数把握でなくなるというところで一旦パクッと下がりますから、できないけれども、インフルエンザなんかそうですけど、自治体が指定される病院だけがについては、引き続き検討という言い方なので、そこまではまだ行きませんよということですね。はい、時刻は8時42分です。現在、画面が止まっておりますが、こちらの方では出ておりますけれど、車内で Wi-Fi を使っておりますので、この Wi-Fi が新幹線の通の30分で1回切れるものとは違いまして、SWAP 用のものなんですけど、はい、はい、大丈夫ですか。はい、すいません、フリーズしてるというだけ書かれると、私もどうしようもないんで、はい、逐次、うまいこと言ってたら、まず言ってると、また教えてくださいませ。難しいですね、チャットで皆さんと、一緒を、ね、伝え合うのはね、先ほど皆さん、今日は3本スパチャ頂戴してましたね、ありがとうございました。ちゃんと先お礼を言えておりませんでした。ありがとうございます。さて、読売新聞が今日、日本維新の会の、ですね、はい、この記事です。はい、代表選挙が始まる前から、馬場さんしかないやろうと、ね、
ことは思っておりました。あと2人出てありますけれども、私はもう単勝1万人、どうですかね、1.1 倍ですかね、単勝1倍もつくのかな、もっと元返しかなっていうような感じですけれども、7割を超える支持層を固めたということです。指導力があるということで、特に維新の国会議員たちはですね、すみません、これ以上の大きい声出せません、水さん、すみません、はい、優勝に迷惑かかりますけど、はい、聞こえにくいかもしれませんが、それはすみません、これ以上はありません。指導力があるというのは、まあ、逆に言うと他の人にそこまでの指導力がないというのは相対的なことなんだろうとは思いますけれどもね。で、先日報じられておりました、まあ、党の名簿を勝手に使っていたりとか、推薦人とか毒まんじゅうを食らわされたのか、泉さんという人がおかしくなっちゃったのか、もともと変なのか。いや、まあだから結局、まあまあ、馬場さん以外に他に代表になる人がいないっていう意思と同じように、立憲民主党、まあそれなりに人数はいてはりますけれど、そしてまあ、有名な、マスコミ的に、世間的に有名な人がいてはるけれども、組織として、っていうか、この人だったら信じられる、この人だったらお願いしようっていう人がいないっていうことですか。岡田さんに続いて政調会長に、長妻さん、いやー、何なんですかね。やる気がないかな、どうなんですかね。もうちょっと他にいてはるんちゃう、他にいないみたいなですね。今静岡駅を通過いたしました。まあ、こんなことをされている間にちょうど富士山が見えるところまでできればいいなと思います。あ、りんたろさんありがとうございます。しんたろさんが今追いかけてはるそうで、まあ、どのあたりを通過中でございましょうか。はい、さて、まあ、水戸が宗教と同じ部分の関係である、仲間内には美味しい蜜を吸わせるけど、そうでない蜜はこれからにやってやろう、まあ、それは、まあ、中東に限らないことかもしれませんけどね。露骨ですね。沖縄県知事選挙を前にいたしまして、自民党の沖縄振興調査会、沖縄振興調査会っていう名前を聞くと、それは沖縄を、ね、沖縄にいろんなことを押し付けて、しかもまあ戦争の時に大きな被害があって、その後も日本でないという時代を何十年も過ごさせた、その沖縄が経済的にもまだまだ全国平均にいかない貧しい県ですよ。で、それをなんとかしようというのが沖縄県の復興に関することですね。沖縄振興ということですよね。それを専門にやっている調査会が、予算減らすぞと、お前のところ玉城デニーっていう知事、こんなその俺らに普天間の問題含めて政府が決めた沖縄によかれ思ってやったってんねやけ、それに対してブツブツ文句言いやがって、そんなん言うんやったら金やらへんわっていう露骨な、やらへんわっていうのが結果論じゃなくて、今後、口うるさい歯向かってくるやつを知事に選んだらお前ら痛い目に遭うねんぞっていう落とし方ですよね。露骨ですよね。でそれをですよ、
それを反オール沖縄委員会みたいなことを言って やるならまだわかるんですけど反共じゃないですよね、小共連合じゃないですよ。それならまだわかるんですけど、沖縄振興委員会ですよ、調査会ですよ。自民党の沖縄振興調査会、さも沖縄の人のために沖縄のことをよく考えて、他の議員よりも沖縄のことをよく知っている人脈もある、そういう人たちが集まっているところが集団として脅してるんですよ。いやー怖いですね、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 本当にね。やっぱりだから自民党に立てついたらあかんということですか。自民党に立てついたら、痛い目に遭わされるということですか。お金がもらえないということですか。そうですね、おとなしい人の方がねえんですか。となったらもう自民党に頼らなくてもそういう特定の勢力に頼らなくても皆さんに支えていただいて、スパチャをしていただいて、見ていただいて、楽しんでいただいて、お肉買っていただいてっていう、やっぱり、だからそれはね、ほんまに思ってるんですよ。僕が僕なりの意見を僕なりのやり方で続けていこうと思ったら、やっぱり僕が経済的に成立しないといかんですよ、僕の力でね。まあもちろん YouTube なりとかそういうプラットフォームを使ったり、そのネットショッピングのところ、まあそれもお金を払ってますけど、準備を使わせてもらったりっていうのはあるんですけど、そういうことじゃなくて、要は誰に、その臆することもなくですね、何のことを皆さんに支援をしていただける、そういうことをしっかりやらないと、結局は多くの人が丸め込まれていっているようにですね、丸め込まれざるを得ないんでしょうね。だってそりゃそうですよね。今月20万の給料が来月は15万ですって言われたら、それはもう、どうしようもないですもん。僕だってね、貯金がなくなったら、そのしゃあないですからね。すいませんって尻尾巻いて、どうかの、組織に入れてもらうのか、ね、哀れなお駒さんにお恵みをって言わざるを得ないですもんね。まあ、そういう意味での壮大な実験をしているつもりではあるんですが、まあ、なかなかそこはまだまだですな、お駒さんの努力が足りないところでございます。だから沖縄も、悔しいでしょうし、沖縄の人でないと分からへん現実、大変なことっていうのはあるとは思いますが、こうやってすがらざるを得ないっていうところからどんだけ抜け出していくのかっていうことは、まさにその自助努力の部分としてぜひ頑張っていただきたいですよね。それは、僕たちが観光客として行ってお金を落とすとかっていうことは、ね、若干はさせてもらってますけど、それだけではない沖縄ならではの、経済的に自立できているかどうかっていうのはすごく大きいことだと思うんですよ。それはその子供が親のもとを離れていくっていうようなこともそうですし、だから好きに自由に自分の頭で考えたことを喋っていく、行動していく、それはとても大事なことだし、それが最低限守られるっていうのも国でのあり方であってほしいですけれど、それをするには、自分が自分で食っていく、自分の食い口、自分たち、家族、社員含めて、その食い口は自分まで稼いでるんだと、それも安定して、さらに良い待遇にしてあげられるように稼いでいくんだっていうことなしに、
何もないので、はい、今日はちなみに東京では、中村哲さんのアニメを作らせてもらってます。世のため人のためシリーズですね。アニメシリーズでいろんな人を作ってますが、筋が渡るところですね。すみません、筋が渡るところで、残念ね。筋が渡るところです。富士山、今日は出ることができませんでした。まもなく新富士駅を通過するところで、なんかその製紙工場とかも、その向こうに本来ならば綺麗な富士山が見えるところなんですけども、あら残念。はい、下も。さて。何の話でしたっけ、そうだから、自立できるように頑張りましょうと、組織に縛れないためには、組織を離れてもやっていく自活する力っていうのが必要だと思っております。どうぞ皆さんもちょっと高評価、皆さんができひんこともコムさんの代わりに、やれたらええなと思っております。先日、岐阜でお葬式に出まして、名古屋から花巻に飛んでいきました。その時に名古屋駅前から空港バスに乗って、県営名古屋空港、昔の小牧空港ですね、今はセントレアがありますので、主だった路線は全部そっちへ行っておりますけれども、三菱重工がありまして、あるいは、自衛隊のですね、が置かれていて、小牧の空港は今も、現役をされております。そこから飛行機乗ろうと思って行った時に高速バス乗りました。ああ、こんなルートで意外に近いやなと、名古屋駅から、大阪、梅田から伊丹へ行くような、そんな感じですよね。そのバスが昨日、ブリターのところに激突をし、横転し、運転手をはじめ、お客さんも1人が亡くなると、合わせて2人が亡くなる事故がありました。現場にはブレーキの跡、あるいは急ブレーキを切ったという跡がなかったということです。脇にも考えられなくはないでしょうけれど、どうもふらふらと走ってたというような証言もあるようで、それは脳なのか心臓なのかわからないですけども、運転手さんの健康にですね、急に何かができたのかもしれないと、朝の点呼の時に、アルコールチェック含めてやるっていうような、それでは分からへんことっていうのは、それは不幸なことですけれども、ありますよね。そういう事故にあった時にどう自分の命を守ったらいいのかっていう、そういうことは今の状況ではよく分からないですけれども、これは続報を待とうというふうに思います。8時58分。阪神タイガース、昨日は完全に手回し持てないということでした。DeNA に4-0で負けております。ジャイアンツの菅野が連敗をストップさせているということです。はい。残念ながら、きれいな富士の様子を見ていただけませんでしたが、今、車窓左側には茶畑もございました。静岡県から神奈川県に入っていこうとしております。今日も株式会社笠間の提供でお送りをしております。私は13年半ずっと朝のラジオを続けられましたのも、毎朝これを飲んでいるからでございます。贅沢ブルーベリース春。9時になりましたら、もう電話の受付が始まりますのでね、皆さん、あれは見ていただいておりますかね、
ペタコブルーブレイスのホームページで、まあ、ちょっとここで、Twitter でヒットさせることはできないんですけど、ぜひまた皆さんそちらをご覧くださいね。happyblueberry.com 疲れの方にさよならしたい、そんなあなたの救世主、ブルーベリーとスタブルのパワーで、はい、LP というホームページがございます。社会を食べる資格中も出ておりましてね。で、電話の受付も9時になりました。はい、9時になりましたのでスタートしております。0120-780-337、通常ならここに電話番号出てるんですが、0120-780-337番、0120-780-337番でございます。このテクモリをご覧の方、さっきね、スパちゃんを教えていただきました凛太郎さんの声を昨日ご紹介しましたが、他にも最近もまたね、どんどんとお声を頂戴しておりますよ。ことさん、ありがとうございます。いつも美味しくいただいています。妻から毎朝ヨーグルトにかけたり水で割ったりして出してもらい、かがさまで人間ドックでも異常なしです。笠間社長によろしくお伝えください。ありがとうございます。はい、エッチホップさん、毎日チャットもいただいておりますね。毎日おいしくいただいておりますと、笠間さんの方にメッセージを頂戴しております。いずれも5点満点で5点を頂戴しております。ありがとうございます。で、こうさんは今日さっきアルピスウォーターに入れまして、はい、ちょっと色がついておりますので、ね、これでいただいております。ありがとうございます。今日も一日皆さんどうぞお元気で。さて、読売新聞にちょっと面白い記事が載っておりました。また入手できればと思うんですが、こちら紙面にカラー写真付きでこんな記事が出ています。そうです、キリンさんですよね。キリン、どういうことですか。動物を撫でる感触がノートの表紙になってるってやつよ。もちろんそんなキリン、キリンの生きたやつをね、そんな取ってきたら、皮取ったらそんな怒られますからね。そんなことではございませんよ。はい、何をやってるのかと言いますと、いわゆる不織布、そうそう、マスクと同じです。その不織布を工夫して、で、実際のそのキリンならキリン、あるいはジンベエザメとか、ジンベエザメ、フィジーイグアナとか、いろんな種類があるそうなんですけどね。へえ、これは面白いな。今年の日本文具大賞でデザイン部門優秀賞を取ったというものなんですよ。商品名がフレルコノート、フレルコノート、絶滅危惧種に触れるというのがテーマで、東京にありますトリナスという会社、トリナスですね。ああ、なるほど、何かと何かを取りナス、面白いですね。紙に貼り付けた不織布を工夫して、でそこに、まあ、キリンならキリン、そういった動物の模様をですね、皮の模様を描いていると、印刷しているということなんだそうです。日本の高度な印刷技術をどう生かすかと。へー、面白いですね。1冊1800円、主にオンラインで5000冊以上が売れていました。売り上げの一部を日本自然保護協会に寄付しているとかっていうのは、まあ、ドラマで、そうですか。キリン博士は、
という方がいらっしゃいまして、で、いや、これはすごいと、これまで研究で39頭のキリンを解剖したことがあるという先生が、これはキリンの花に、見事に、な仕上がりですというふうに言ってはるみたいですね。まあ、牛もそうですけど、キリンもあの部位によって、また違うみたいなんですけどね、感触っていうのは、またどっかで手に入れられたらというふうに思います。あ、こんなふうにですね、まあ、この会社はどういう会社か、どういう、ね、デザインの方なのかわかんないですけど、なんか、これまでになかったものっていうのを生み出していく、あるいは良かったけれども、ええもんやけれども、なかなかその良さが広がってないっていうもの、そんな言われているの声優さんですね、外国語の提供できる声優さんに、いただいて、でお話を、お金がないと店員に伝えました。店員さんが警察に届けたようです。で、警察が詐欺の疑いで逮捕しました。その時男の所持金は80円だったそうです。この記事、男が64歳、本籍が北海道で、住所不定と書いてあります。どういう思いでこの石川テレビの記者が、石川県警本部のビルとある、ニュースには写真がいいですね。言葉を読み言葉にして改めて、金がないにもかかわらず、定職を無銭飲食した男が詐欺の疑いで逮捕した。男は空腹に耐えられなかったと容疑を認めています。詐欺したのは本籍で詐欺、男は定食を食べた後レジで調べに対し、男は空腹に耐えきれなかったと容疑を認めています。続いてお天気ですみたいな、まあ、そういうニュースなんでしょうね。いや、もちろん無銭飲食がいいことだとは言いません。店員さんとしても当然のことをしたの、今は当然のことをしたのでしょう。どうも警察に電話をするまでに男とどういういきさつがあったのか、男が逃げようとしたのか、そんなことは全くなかったのか、謝っていたのかどうなのか、あるいは80円しかお金がないというところまでの彼の人生もできないことの理由をたくさん言ってこられて、できませんって言われる方がどうしたら、どうすればできるのかということを考えたり、毎回それができているわけではないけれども、いいことがいいのは考えたんですけど、これはまあ全部ルールに基づいているんですけど、できない。ダメな方法ばっかりみんなで、ありますやん。なんかほんまにお金なかったら警察行ったら1000円ぐらい貸してくれるとか、その生活保護の申請をまあさすぐして払ってて、ホッケ定食のお金が出してもらえるわけではないにしても、そのお店も大変やとは思いますけど、ホッケ定食1食分をお金もらわれへんかったからって言って、今目の前で潰れるわけでもきっとないやろし、
他にこの64歳の男が無銭飲食は悪いこととしても、なんか他に方法があったあるかなということを、店員も店主も、そして、他の人たちもみんな思わへんかったんかなって、誰か一人担当者が逮捕せんでも済む方法って、分かんないです、こんだけの情報では。逮捕されたいと思って、現地に入ったら、3食食べられるわと思って。この男はやったのかもしれないし、わかんないんですけど、ならば石川テレビの記者は、警察の発表原稿だけで、こんなニュースにするんじゃなくて、そこをお店に取材に行ったり、なんか独自のことをして、他に方法なかったのかという視点で、この記者もデスクも、思えへんかったのかなっていうのが、すごくなんか、寂しくて悲しくて、周りのお客さん、僕がそこにいて、こいつは無銭食や8円しかない800円の食やがってっていう時に1000円出して上げられたらなって思うんですけどね。誰もそうせえへんかったんですよね。いや、常習犯なのかもしれないし、そう、分かんないですよ。分かんないですけど、やっぱりこれから一本どんどん貧しい国になっていくんですよね。大きな流れで言うと、そんな今ついてるこのマイナスの力は、惰性がついてますから、そんなに簡単に、もっと豊かにもっと豊かにって多分国全体としてはならない。その中で生活苦にあえぐ人たちっていうのは増えてくる。その苦しみの度合いももっともっと増えてくると思う中で、800円のホッケ定食を空腹に耐えかねて頼んで食べて逮捕されるしか方法がない。福祉社会人々の善意を思うと、なんかすごく寂しいです。トンネルの多い区間ですので、ひょっとすると僕のこの話、大事なところは全く皆さんには伝わっていなかったかもしれないです。まあ、でもそれはそれで許してください。王さんの超感チェックというのはそういう形で、皆さんからお金いただいてやってるわけでもないので、そこは皆さんも無料で見ていただくんで、スパチャは別として、そのことでカリカリ来たり僕に当たったりしないでください。 Wi-Fi に当たったりはしないでください。まあ僕はこういう人になって、多分今後もそんなお話を目の前の長官なり、ネットニュースで出てきたことを通じてお話をしていこうと思います。はい、最後ちゃんと伝わってるのかどうかわからないですが、今日も笠間さんの提供でお送りをしてまいりました。このように長官チェックは、提供をついていただいたりしていることで正直成り立っております。どうぞ皆さんの会社お店、そういったところで、数万円のことでございますけれど、どういう金額になっておりますけれども、お声掛けいただきましたら作って、そしてこのようにどこへでも持って行って、やらせていただきますので、よろしくお願いをいたします。そしてぜひ贅沢ブルーベリース仲間になってください。おばさんのお肉ももう売れ行きが今パタッと止まって
始まりました。コンセラピーのことで言いますと、あとわずかです。このままいきますと、赤字が終わってしまう。それは結局僕の経営ミスでございますので、誰の責任でもございません。私のミスでございますけど、せっかくの美味しいお肉ですけどね、1回買っていただいた方、2回買っていただいた方、もう1回買っていただけたら嬉しいです。では、今日はこの後、東京で、高村哲さん、アニメの英語版、どんどん役場へ行ってまいります。ご視聴ありがとうございました。ではまた明日にじゃあいたしましょうか。はい、バイバーイ。また明日にじゃあ。今日も新幹線のぞみ号からお届けをいたしました。ポチッと高評価、あ、まだ少ないな、まだ72人です。ポチッと高評価忘れずにお願いします。ありがとうございました。まもなく、新横浜ディズニーの到着です。